変わると超えるよ作るとこ。埼玉県の南西部に位置する川越市、その住宅地の中にこの施設はあります。その名も川越市文化創造インキュベーション施設こえとこ。この場所には昔旧栄養食配給所と川越織物市場という2つの施設がありました。一時は織物取引の中心地として、そしてその取引を支える食料配給所として多くの人で賑わいましたが、時の流れとともにその役割を終え、建物は荒れ果てていきました。しかし今年の4月に訪れてみると、建物はきれいに改装され、一風変わった施設となって再び歩き始めていました。中には古い造りの長屋が立ち並び、落ち着いた雰囲気の施設となっていました。この施設ではどのようなことを行っているのか、施設の方にお話を伺うことができました。こういうとこは復元したお部屋一つ一つに地域のために活動したいと考えているクリエイターさんが入居をしております。この入居しているクリエイターの方々が日々お仕事の場として、この復元された旧織物市場のですね、各お部屋に入っている施設になっております。この施設にはゲームクリエイターやわらじ職人、金継ぎの職人など多種多様な業種の新興企業が入居し、日々それぞれの制作活動を行っているそうです。私にとってのこえとこの一番の魅力は距離感だと感じています。私は天候によってはアトリエの扉を開いて作業することがあります。金継ぎに興味があり、立ち止まって中を覗いてくださる方、話しかけてくださる方もいらっしゃいます。金継ぎをご存知の方はもちろんですが、ご存知ない方にも分かるよう簡単なスライドと金継ぎを施した器を外から見えるように展示してあります。事業を実装するにあたって現場の声が聞こえるというのは非常に大きなアドバンテージだと思います。このように入居しているクリエイターから好評なこえとこ。しかしこの施設がこえとことして歩み始めるまでたくさんの苦労があったそうです。川越織物市場は市場としての機能を終えた後も地域の住民の憩いの場として使い続けられていたそうです。織物市場は僕たち子供の時はね、毎日紙芝居もあそこに来て、水飴を買って食べながら紙芝居を 見る楽しみが非常にあったんですよね。少し斜面が中にあって、あそこでキャッチボールなんかもできたんですよね。だからすごい辰門前の子供たちには非常にいい遊び場だったってことをここではっきり言いたいですね。しかし平成13年にここにマンションの建設計画が公表された。事態を重く見た川越市と地域の住民の反対により、土地を川越市が買収し、文化財の保全と施設の有効活用を目的とした修復が行われることになりました。しかし修復の際、大きな問題が立ちはだかります。なんと建物の状態が非常に悪く、普通の方法では修復できなかったのです。そのため川越市は大きな決断を下します。なんと建物全体を一度解体し、組み直すことによって修復をする全解体修理を行うことにしたのです。当然費用も多くかかりましたが、地域の人々の募金などによって工事は進められ、地域とクリエイターのつながりを育む施設として、さらには明治時代の織物取引の様子を現代に残す文化財として蘇りました。施設の中にある展示室は誰でも立ち入り見学をすることができます。そのためこえとこは貸しオフィスでもありながら、地域の人や観光客が訪れる施設になりました。またこえとこではクリエイターと地域の人、観光客が交流できるイベントも開催されており、双方にとって貴重な体験となるそうです。こえとこはその観光施設と貸しオフィスという珍しい組み合わせが人気となりました。人と人とが紡いだつながりの糸、織物市場から始まったこえとこは人々のつながりによって次の道を歩き始めたのです。